さあ小塚、このまま流れて、なんと決まった、すごいですね、スーパーシュートですね。小塚のゴールが決まって山口3試合ぶりの得点。今のは狙ったシュートには見えなかったんですけどね。そうなんですね、はい、確かに多分クリアをしようとしたボールがそのまま、ただ結果的に小塚のゴール、まあ、山口は非常に大きいですね。これもう一度ご覧いただきましょう。これクロスをゴール前には送ろうとしたんですか、岸田を狙って、ね、何かそんな感じでしたね、はい、出したようには見えたんですけどね、それがなんとそのまま